始まりました。のんびり二人旅、略してのんとび。イエーイ。あー、12時から起きて眠たいな。ようちゃんです。でも運転するのは大ちゃんでしょ。大ちゃんでーす。そうだね。眠たいな言うて運転してんの全部俺やっちゅう。でも横手であれだよ、起きてたよちゃんと。グーグーしてたよ。ということで、この動画ではのんびり2人で美味しいものを食べたり、ご支援いただいたり、道の駅のスタンプを集めたり、綺麗な景色を見たりする動画になります。今日も2人でのんびり旅行に行きたいと思います。全然のんびりちゃうやん、こんな暗いうちから出てる時点で強行軍やんけ。まあね。ということで、今回の目的地は世界名犬牧場になります。どこってなってるよね。まあ、場所は群馬県、群馬県だったかな、うん、になります。なんでここにした、なんでここにしたかというとね、モフモフがね、ワンちゃんがいっぱいいるよっていうね。そう、何でしたんだっけ。YouTuber さんがワンちゃん連れてドッグランに行ったりとか。あ、それやったっけか。あの柴がさ、あれだよ、ハスキー、飼い主さんがハスキーをさ、そこそこさせててさ、あ、ブチ切れたやつな。そう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 。あの、面白かったな。もう言って死ねてた動画を見てね、うん、ちょっと興味持って、こんなあるんかっつって、うんうんうん、そうそう、散歩もさせれるし、触り放題やしっつってな、うん、今年最後のね、長期どっか行きたいなってなってね。うん、まあ、よっちゃんの誕生日もあるしっていうこと、誕生日プレゼントも兼ねて、うん、そうそう、ありがとう。じゃあモフ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 タイムしに行くかっつって、うん、それだけのために、それだけのために、そう、ここにしました。で、ルートはこんな感じ。まあいつも通りすごいよな。すごいね。一応 Google 様だと6時間32分とはなってんだけど、うんうん、何時間かかった実際。え、9時間はかかってるやろ。寝て起きて、うん、ちょっと仮眠取ったりとか、ちょっとご飯食べたりとかして、うん、まあ、比較的のんびり行ったからな、うん、どこ通った。滋賀通って、岐阜通って、愛知通って、長野通って、群馬じゃん。あー、すごいね。普段行かないところばっかり通りました。で、どこら辺だっけこれ。これはな、愛知かな、岐阜かな、長野やったから、なんかそこらへん、なんかそこらへんの山間部だよね。うん、うん、で、霧がね、すごくてね、あれは怖かった。何にも見えへんもん、うん、前ねえ、前の車の光が頼りにって感じで、うん、行ってたね、うん、ちょろっとハイビームにしたけども、うわーって散ってな、あ、うん、霧はハイビームあかんって聞いてたけど、バカもあかんねやって思ったわこれ。うん、すごかった。で、その後ちょっと仮眠取ったんだっけ。うん、どっかで一回休憩して、あんまりにも長かったから、うん、もうとにかく諏訪湖のところの上を上がるのがむっちゃ長かった。全然進んでる気せえへん。いや、今これは終わりちみやの写真出してるから、あ、まあ、そうやけど、まあそこじゃないけど、でも、うん、どこでね、仮眠取ったのか分かんないから、とりあえず終わり一宮に来ています、うん、行ったとこないところのな、サービスエリアやったし、うんうん、写真だけ撮っとこうっつって、うん、ハンコももらってな、もらったもらった、そうそう、いっぱいもらった今回。とにかく進まなあかん言うて進んで、うんうんうん、大変やった。で、で、起きたらもう明るくなってた。明るくなり始めてたぐらいじゃこれ。実際に明るくなったのを見たかどっちかだったね、うんうん、これもすごかったんだよね。そう、雲がな、すごくてな、うん、おかしいなって。この日雲一つない快晴の予報のはずやったのに、こんだけ雲あるってやばいんちゃう、雨なんちゃうとかってやらな、実際ちょっと降ったしな、だっけ行ってる途中、うん、そうだったっけ、降ってた。かここの景色すごかったんだよね、うん、山と雲がちょうど、うん、重なっててな、重なっててね、うん、どんだけ標高高いねって話じゃないけど。まあね。で、その後晴れてるからね、もうね。そう、この景色綺麗だったね、うん、山抜けたらな、あれやったな、うん、一気に快晴になったな、うん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 、いや、なんか大きな岩がボーンってあってみたいな、あって、うん、で、大きな
山もボーンとあってみたいな。そうそうそう、ここの景色ほんと綺麗だった。これなんだっけ、薄い峠っていう場所だっけ。薄い峠やったかいな、なんかそんな感じやったな最後な、さすが薄い峠だって言ってたような。あ、じゃあ薄い峠や気がした、うん、でこの時間でだいたい8時7時ぐらい、7時ぐらいだっけ、うん、ご飯食ったら7時ぐらいやからだっけ、うん、この横川サービスエリア、サービスエリア、うんうん、のこっちは上りか、そうに寄りました。で朝ごはん食べたよな。そう、さすがに腹減ったっつって。これがな、このお店なんだっけ、峠の釜飯本店荻野屋、うん、ここでは食べなかったんだっけ、ここで食べたんだっけ。荻野屋では多分食べてないんじゃない、食べてないか、うん、荻野屋の隣の普通のフードコートやと思うで、荻野屋、まあ、ちょうどあの店員さんが来てた時間だから、ああ、そういうことか、うん、カウンターにあの私服の人が立ってなんかいろいろしてたから、多分あ、これ来たばっかりやろうなって感じだったもん。そう、釜飯もんで食べたらよかったってちょっと後悔してる。まあタイミング合わなかったからな。まあね、うん、でこういう感じのメニューがあったんだよね、うん、で海外の方向けのメニューもあったりして、まあ外国のメニュー、うんうん、英語のメニューかな、うん、日本語のメニューは食券のところにね書かれててね、うん、そう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 。で大ちゃんが食べたのはかき揚げうどんや、かき揚げうどん。でよっちゃんが食べたのは豚丼の小鉢だね、うん、あまりお腹空いてないだろうってので、うん、俺はちょっとお腹の調子悪かったっていうのもあるからな。あーそうだったね、うん、そう、これがね美味しかったんだよね。美味しかったな。なんで大ちゃんの言ってる感じあるんだけど。ちょっと取ってたもんな。取ってたね。汁ちょうだいとか。寒かったもんだって。寒かった。うん、ではそろそろ本格的に三軒牧場の方に向かいましょう。近くに行ったらね、このねもう看板があります。うん、お、ここやここやっつって曲がってな。そう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 、かわいいよね、もう看板からしてかわいいよね。そうやね、あれやねんな、これ30分前ぐらいに着くぐらいに行けたらいいなとか言うて、結局10分前やったからな、うん、超ギリギリやった。超ギリギリだった、うん、まあ最悪開演に間に合わなくてもいいかなって思いつつ、うん、うん、そう、まああのもしかしたらいっぱいいるかもしれへんしっつってな、そう30分前についてゆっくりしようと思ったら全然ゆっくりする暇なかったって、うん、で入り口はこんな感じ。その時間になったら開くスタイルだから、うん、まだ今は閉まってるんだよね。そうそう、で自販機もあって、この自販機ありがたかったな、うん、あったかい飲み物買えた。材はペットショップやってるな。うん、そうそう、ペットショップで生体販売もしてるって感じだったね。そう、あとトリミングもできるってなってたかな。うんうんうん、で9時になって開きました。思った以上にな、広いんよな中、うん、そうだね、大人が1,000円、子供が700円、ワンちゃんも入れて700円ってなったね、うん、10時から6時まで開いています。でここはあれな、お土産コーナーやな、うん、お土産コーナー、うん、ちょっと寄ろうかどうかって話してたんだよね、うん、でもまずはワンちゃんのところ、ワンちゃん見に行かな、見に行かな、モフモフをするために来てんねんから。うん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 。なんか途中子供ちゃんたちも来てたね。なんか保育園の子ら来とったな。あ、保育園かあれ。多分、うん、卒の先生おったし、うんうん、保育園ちゃうかな。そういうことか。うん、なんかゾロゾロ来とった、うん。スタッフさんに話聞いたりしてたね。うん、そうそう、ね、なんか絵描いたりしとったな。うんうん。で奥の方はワンちゃんはもちろん入れませんってなってたね。うん、他のワンちゃんがいるからだね。喧嘩するからな。うん、でこういう感じのワンちゃんの紹介、うん、ここはお散歩もできるんだよね。そうそうそう、感触が良かったらな、うん、触れ合って、うん、散歩することもできるっていう、うんうん、確か大型犬と小型中型犬で値段が違ったね、うんうんうん、その時のお金は。でも一応ケージの前にもな、このケージにはこんだけいますよみたいな、うん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 、で小型犬コーナーだね。そうそうそう、そう、初心者におすすめだっけ、うん、ここはねワンちゃんのねおやつが OK の場所と NG の場所があるから、そう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 、うん、よく見とかへんと NG のとこで当たると大変なことになるから、うん、またこのあのあれだよな、中間エリアが狭いからさ2人で入るとさなんか体が出し入れしにくくてさ、うん、入るのに時間かかるんだこれな。そうだね、もう入ったらすぐ寄ってきてくれんな、かわいい、うん、かわいいわ。
ってポメやねんな、ポメ、うん、かわいい。いいよ、大ちゃん。何が？大ちゃんの発言コーナーだよ、今が。いやいやいや、かわいい、かわいいしかないやん。ポメ好きなんでしょ、なんか言いなよ。かわいいやん、もうそれだけで十分やん。あるよな、警戒心がないというか、好奇心旺盛っていうか、うん、すごい寄ってくるよな、ここの犬たちみんなな。そうだね、この子たちのコーナーにちょっと入れなかったんだよね。うん、人が増えてきたからな、うん、心になったら。で、ここが中型犬、うん、コーナーだね。もう体が大きいからね、柵からね、乗り出してきたらね、飛んできそうで怖かったんよな。それでちょっとこう最初入んのにちょっと躊躇してたよな、これ大丈夫かみたいな。とにかく朝一でさ、うん、みんなめちゃめちゃ興奮してるからさ、うん、もうほら走り回ってるしさ、走ってる、入って大丈夫かみたいな、うんうんうん、お外のエリアに入ります。ここはビーグルと、うん、コーギーと、この牧羊犬の子忘れちゃうんだけど、毎回忘れちゃう、ボーダーポリーか、ああ多分そうやな、うん、がいたね。そうね、まあこのあのビーグルがまあいたずら好きでさ、すっげえちょっかいかけとったよな。いや最初に今吠えられてるのはあれだけどね、ビーグルがさ大ちゃんにさ一生懸命さ顔舐めに行ってたらさ、うん、下でさ噛み寄ったよ、うん、そう尻尾噛んじゃってさ、コーリーの方が怒ってた。一生懸命走り回ってやな、はしゃいだのもみんな疲れたんかさ、いや寝始めんねん早みたいな、ねオンオフ早みたいな、かわいいけど。あとヨークシャテリアさんがいたんだよね、うん、そう、その子がね結構近寄ってくれてね、ヨッちゃんにはね、うん、デイちゃんの方はあれだったね、茶色と黒のあのビーグル柄のさコーギーさんがいてさ、 おったな、あれがようなついとったな、うん、かわいかった、お腹見せてたね、うん、かわいかった。ここのエリアが一番なんか長くいたような気がする。せやな、うん、でもなれたゆっくりできたしな、ここな、広いし、うん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 、じゃあ次 NG コーナーやな、入れへんとかやな、そうそうそう、触れ合えないコーナーの子たちだったんだよ、ね、セントバーナードがでかい、とにかくでかかった、これ一番大きかったんちゃう、ここでは、うん、だと思う。ちょっとなんか目が充血してたのが気にはなったけど、うん、だいぶ年取ってんのかな、年取ってると思う、うん、あとはね他にもダルメシアンさんがいたりとかね、うん、かわいかった、この尻尾振ってる子もかわいかったな、やっぱ大きいな、うん、うん、ゴールデンとかは、ね、その隣か、うん、入れてな、ここな、ちょっと入ってみようかっつって入った、あんなもうすごいでっかいもん、うん、覆いかぶさってくるからさ、うんうんうん、大型犬飼ってる人すごいなと思って、そう、もうパワーがもう段違い、椅子に座ったらね届くんだよね、そうブワーってくるからさ、うん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 、すごかった、俺らではこれは飼えへんなって、制御ができへんからと思ってさ、ポメぐらいのちっちゃいのがちょうどええわと思って、大型犬は大型犬で可愛いんだけどね、可愛いけどな、顔がね、こうじゃれすごい勢いでじゃれてくるともうナスがままになるからさ、うんうんうん、すごかった。で芝か、芝はやっぱ芝やったな、芝距離、うん、今まで芝距離とかなんかなんていうかな、人見知りみたいな、うん、あんま理解できひんかったんやけど、うん、違う犬との差が激しすぎてさ、うん、あ、そういうことかこれってのはようやくわかった、ここで。そうなの、うん、なんかね、すごい近づいてくるからね、抱っこしてもいいのかなって思ったらさせてくれないしね、そう、嫌がんねんな、うん、そのくせね、お尻をね、アタックしてくるしね、そう、構えーっつってお尻当ててくるしさ、うん、でちょっと触ったらすぐなんか向こう見るしどうなんみたいな、可愛かったけど、可愛かったけど、うん、独特だった、独特やった、やっぱなんか芝独特って言われるのがよく分かったわ、うんうんうん、でね、もうよっちゃんのアレルギーが出ちゃったからね、そう、よっちゃんな、あの鼻炎持ちやからさ、うん、こういうワンちゃんの毛とかがやばくてさ、うん、そう今この話をしてるだけで鼻水がすごい出てるからそうそうそう、こりゃ6時間じゃ無理ってなって、うん、うん、一旦出ようかっつって、そう、でご飯でも食べたらちょっと収まるかとかって言ったんやけどな、空いてなかったな、うん、この時まだな、そうそうそう、うん、この時空いてなかったのか、それかもう一日空いてなかったのかは分からへんけど、分かんないけど、うん、美味しそうなんかいっぱいあったからな、うん、このローストビーフ丼とかね、そうそうそう、そうね、飲み物があるし、うん、ワンちゃんの食べ物もあったんかな、うん、あったあった、感じだったな、このチーズボールとかもね、美味しそうだったな、気になったよね。で、ここが外、外、散歩できるところちゃうかな、うん、うん、そうだね、
広かったね。広かったな、うん、景色も綺麗し。広いって噂ではあったけど、ほんまに広かったね、うん、このドッグランのコーナーがむっちゃ広いねんな、ここ。うんうんうん、一組だけいたんだよね。一組おったな。で、あの ポメかな、小型犬がもうはしゃぎ回って、もう転げ回って走っとったもんな、うん、かわいい、楽しいやろなと思って、うん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 、微笑ましく見てたわ。これ以外もね、なんだっけ、お母さん犬と子犬が見れるコーナーがあってね、あったな。そういうところも入ったりとか、うん、トリミングしてるとこ見たりとか、うん、そうそうそう、うんうん、生態販売してるとこ見たりとか、うん、いろいろありました。回りましたということで終わり。そう、おかしいな、この1日モフモフで全部終わらせるんやとか言っとったんやけど、結局滞在時間1時間っていうな。そう、1時間ね、持ったっていう、違う、1時間しか持たなかったっていうね。思った以上にアレルギーが強かったから、これはダメだっつって、うん、一応薬は飲んでったんだけどね、うん、もうはるかに上回る勢いのアレルギー症状が出たから、うん、残念っつって、うん、あ、一応コロコロがあるから、あ、そこに毛がついたりとかしたりとかしても大丈夫な、うん、出るときにそうコロコロして出れるから、うん、それは大丈夫。すっげえ量出たけどなコロコロ何枚切ったみたいな。2、3枚切ったかな俺。5、6枚切ったで。そう、うん、そんなに何本やっても出てくんねんもん。ねえ、すごかった、うん、あとそれぐらいかな、まあ、あとはあのハスキーがすごかったな。やんちゃったな、ハスキー。すごかったな、あのハスキー3頭ぐらいおったとこ、うんうん、そう、ちゃんとね、おやつとかね、そういう奪われそうなものはバッグの中にしまっておいた方がいいかもね、うん、そうそうそう、もうかまって絵がすごかったもんな。可愛かったけどすごかった。で、次の場所に向かいたいと思います。とりあえずお腹が減ったっつってな、うん、うん、飯食うかっていう話をして、じゃあ道の駅すぐ隣来るときあったから行ってみようかっつってな、うん、うん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 、で道の駅富士見さんに向かいます。ほんとね、2分ぐらいでね、うん、着いたんだよね。うん、すぐそこ、すぐそこ。ちょうどいいからスタンプとかももらっとこうかっつって、うんうん、そうだね、スタンプあったっけ。うん、押してる押してる。あ、そっか、レジのところにあったね、うん、確かね、そうそうそう、ここはね、うん、レジとか荷物買ったもの入れるところの台のところに置いてあった、うん、で、これを買いました。何だっけ、焼きまんじゅう、焼きまんじゅう、焼きまんじゅうとチーズスティックな。そうそうそう、よっちゃんが焼きまんじゅう美味しそうやから買えとかって言ってたで、最初ね、その写真しか見てなかったからね、焼きまんじゅうってこれぐらいかなって想像して、蓋串、うん、頼んだんだよね。そう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 。で、そしたらめっちゃ大きくてね、うん、すごかった、ボリューミーだった。チーズスティックはあれやったな、春巻きにチーズを巻いて海苔も一緒に巻いてって感じやったな。うん、うん、そうだね、美味しかったな、うん、6本でいくらだっけ、300円ぐらいだっけ、そんなもんやったかな、た、うんうん、まあ、それはまたあの会見の時に言うわ、うん、美味しかった、うん、焼きまんじゅうは、焼きまんじゅう、焼きまんじゅうはね、中がね、思ったよりね、スカスカ、空気が入ってた、ね、ああ、そうやな、うん、うん、なんやろうな、あの焼きまんじゅうというよりもなんかパンみたいな感じじゃなかった。ああ、パンだった、うん、甘いパン、甘いパン、甘いパン、甘いのは多分それはあれや、あのタレやわ、うん、うん、なんかパンを焼いたのに、なんていうのかな、砂糖醤油を塗って焼きましたみたいな感じ、うんうん、の味でした。お腹パンパンやったなこれな、一本でもまあまあお腹膨れるよこれ、うんうん、大変だったね、よっちゃん2個でお腹いっぱいって言い出してあと食べてみたいな、え、6個みたいな1個やったっけ、あ、俺7個か、1個しか食べてないよっちゃんっていうことがありました。中結構な、シフォンケーキみたいなこうスカスカな感じやねんけどな、なんか知らんけどすっごいお腹にくんねんな、ねー、うん、ちょっと小腹が空いた程度やったからさ、うん、まあまあこんぐらいやったら食べれるやろうとかって思っとったんかな、うん、アップアップやったもんな、うん、ということで今回は3本仕立てになる予定です。はい、いや、まあ、とりあえずその名犬牧場のモフモフタイムが1時間で終わったからおい、この先どうするよっつって何も考えてなかったぞっていう話になって、
あれやんな、車でこう運転しながら、うん、あそこに行くか、いやそこ遠すぎるしな、こっちにするかみたいなのを延々してたよな。してたね。もうほんまにこのまま帰らなあかんのんちゃうな、もう行くとこなくなったしみたいな、うん、そう、今の時間が12時なるかならないかぐらいだね、うん、そう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 、ということで午後にどこに行くかはお楽しみに多分次になりま す、今回はかなりはちゃめちゃで、はちゃめちゃ2人も完全に予想してないような展開になったから面白かった。そうだね、うん、結果的にはな、うんうんうん、では次回の動画をお楽しみに。お楽しみに。それではさようなら。ピッピッポピッピッポピッピッポピッ。